琉球古典音楽野村流松村桃源会第32回琉球音楽演奏会桃源の花譜華やかに開演でございます。Thank you.
古典音楽、カジリ風、ウンナ節、ビヌチ節、3曲での幕開けでございました。琉球古典音楽松村桃源会は、野村流の始祖、野村安長の皇帝で琉球国最後の国王、正体の歌師匠、野村安長に次いで務めた松村心身を美祖としている
サエコさんの音楽団体でございます。本公演は松村から一子相伝歌い継がれてきた歌風を温故知新、未来永劫変化することなく継承し続ける新たなる一歩となることでしょう。皆様のさらなるご支援をお願いいたします。ご来場の皆様、改めまして本日は第32回琉球古典音楽演奏会にお越しくださいまして誠にありがとうございます。本公演は古典音楽、読唱や清唱に加え琉球古典舞踊もご披露いたします。どうぞ皆様、琉球古典音楽の魅力を感じながら桃源の歌譜最後までお楽しみくださいませ。さて、古典女踊りの中からムトゥヌチバナをお届けいたします。ンジファオチンブシ、イリハワシラシハイカワブシ、2曲の構成となっています。渡嘉敷本流手芸の会、金城三津子道場の宮城さなえ、湾のあさみ、具志堅あずさが舞台に花を添えます。古典女踊りムトゥヌチバナ。
Thank you.
古典女踊りムトゥヌチバナ。ただいまの地方は歌三線上地正治、与那嶺照義、宮城志善、琴玉城知恵、笛与那覇徹、呼吸金城安江でお届けをいたしました。続きまして宮城詩集創作曲の中からバンヌブイ節、サトゥニフヤカリ節の独唱2曲をお届けいたします。バンヌブイ節、アチャカラヌアサティ、サトゥガバンヌブイ、短着種アミヌフラナヤシガ。サトゥニフヤカリ節、サトゥニフヤカリティ、フィチュイミニナリバ、アワリワガチラサ、タルユイヤビガ。バンヌブイ節、歌三線平久美子、こと新里静子。サトゥニフヤカリ節、歌三線住田ルー、こと比嘉佳子。
さとに続けて独唱でございます。クミウドゥイ、ティミシの縁より3曲抜粋いたしました。主人公のヤマトゥが一目惚れしたタマツイの屋敷に忍んでいっての死ぬびなか風。ヤマトゥがタマツイに会いに行って別れるときに歌う出景節。タマツが敷屋の浜に引き出されて切られるところを聞き、ヤマトゥが自分ももろともに死のうという覚悟を決めていくときの山山節をご堪能いただきます。中風歌三線、白間祐樹こと上原光。漆喰節歌三線、玉城勉こと玉城知恵。山山節歌三線、白間智也こと大城妙子。唱えは与那覇徹でお届けいたします。闇の夜の人にしじまて思うの、お嬢人じみ処理思い
Thank you.
嵐ぐいのあらばんぞひちょいなしゅみわみんむるともにならんしゅもの嵐ぐいさあ
一部最後の演目は清唱秘伝中風をお届けいたします。この歌は第17代琉球国王昭光の時代に流行った歌で、当時流行り手中風と呼ばれていました。ある時ウチャヤウドゥンにて国王の御前で本手の中風を弾くこととなりましたが、野村庵長のほかは一同本手を失い、この流行り手中風に変じてしまいました。知念節光先生は本手尊重の立場から流行り手を止められましたが、野村庵長先生だけは弾くことを許されたのでございます。皇帝の松村新進氏も作風を控えられましたが、弟子たちの強い要望により指導伝承を厳格にし、歌方節入りの古楽を保持し、一子相伝されたものを宮城紫秋氏によって秘伝中風と曲名を名乗り、クンクン氏入りして1966年東海の第1回演奏会で一般公開されました。さあ、秘伝の歌をじっくり堪能いただきましょう。Thank you.
Thank you.
宮城詩集創作曲から八坂節、坂名節、チルリングアをお届けいたしました。ご来場の皆様、盛大な拍手誠にありがとうございます。さあ、静かに読唱と参りましょう。宮城詩集創作曲の中から三山ぬ空調は花安らみ節お届けいたします。三山ぬ空調は歌三線千奈美恵子呼吸金城安江。花ん安らみ節、歌三線、樋口淑子、笛、与那覇徹。Oh,
女性陣による独唱でございました。引き続き独唱でございます。本調子独唱の定番三曲、仲間節、仲んかり節、赤田風をお届けいたします。仲間節。我が道でいちる、ゆすぬいやゆしゅる、むりしるなうちゆ、なさきばかい。なかんかりぶし、なかんかりすべる、ましだりはさぎて、あねらわんとまば、しぬりいもり。あかたふう、あかたじょや、ちまるとん、食いしみむぬじょうやちまってきるな。仲間節、歌三線、与那嶺ゆだか、こと石川ルミ子。Oh.
中んかり節、歌三線、赤嶺武史、こと大城きみ子。
赤田風歌三線上地正治こと中村貞子。
しまさあ、次の演目は琉球舞踊新陽流二代目間地木那由香子が踊ります。女笠踊りムトゥカディクをお届けいたします。ンジファムトゥカブカディク節、中ウドゥイイディスナ節、イリファアギタカ肉ぶし。地方が醸す桃源の花風に間地木那の渾身の踊りが寄り添います。歌三線は赤嶺武、玉城勉、白間裕貴、与那嶺隆、こと上原光、笛与那覇徹、呼吸金城安江でお届けいたします。Thank you.
Oh.
女笠踊りムトゥカディクをお届けいたしました。琉球古典音楽野村流松村桃源会第32回琉球音楽演奏会桃源の花譜、いよいよ最後の演目となりました。清唱十七八節をお届けいたします。この歌は浄土三部行仏説無量寿経の阿弥陀如来四十八願中の十七願と十八願の意を対して作曲されたものです。夕涼みは夕暮れで人生の晩年を意味し、高齢になると人生の終末、死が迫っていることがしきりに死に対する恐怖を感じ、心の落ち着きを失っていたが、悟りを開いて阿弥陀の温かい懐に飛び込む覚悟もでき、極楽往生ができるとの心境を歌ったものです。不死なの十七八も十七願十八願から取って命名されたと言われています。曲奏が他の曲と著しく異なる点、また曲中ミーシルの連続音がザスの打つ鐘の音と相似ていること、その他歌声にナチジー弦に山彦音、ザスが印籠を渡す時の喝にも似た声があるなど、念仏の音楽らしきものが多々あります。この解説は野村庵長氏の教えで、松村信心翁が宮城師匠に教えられたもので、先史代々より言い伝えられております。桃源の花譜最後の演目、ウフ・ンカシブシ十七八節、どうぞご堪能くださいませ。
これをもちまして本公演を終了いたします。本日は琉球古典音楽野村流松村桃源会主催第32回琉球音楽演奏会桃源の花風に足を運んでいただき誠にありがとうございます。今後とも松村桃源会にお力添えをよろしくお願いいたします。皆様お帰りの際にはどうぞお忘れ物ございませぬようお見回り品をしっかりとお確かめいただきましてお足元お気をつけくださりお帰りくださいませ。本日はご来場誠にありがとうございました。